11台限定で市販される現代版カウンタック、ランボルギーニは、カウンタックのプロトタイプに相当する LP500 のジュネーブ賞でのデビューから50年に当たる1年のザ・クウェイル・ア・モータースポーツ・ギャザリングで、そのアニバーサリーバージョンとなるカウンタックルピ804を発表した。このモデルは、カウンタックの開発型式であった LP11 にちなみ、11台のみが限定生産され、デリバリーは0年の第1四半期から開始される予定となっている。黒丸、カウンタック、誕生50周年のサプライズ。1971年にプロトタイプの LP500 が発表されたカウンタックは、今回プレスリリースの中で、ランボルギーニは初めてその発音が、コーンタックとイタリア語では正式に発音されることにも触れている。スーパーカーブームの中で育った私は、馴染み親しんだ日本流に、カウンタックと呼ばせていただくことにする、マルッチェロ・ガンディーニによる革新的なデザインと、テクノロジーのルールブレーカーであった。今回ランボルギーニが限定車としてカウンタックルピ8004を発表したのには、大きく分けて2つの理由があるように思う。一つはルールブレーカーとして1970年代に誕生したカウンタックの50周年への敬意を表するため。もう一つは現在ランボルギーニが持つ最新の技術とそれを使用したニューモデルの予告を行うためのものだ。先日ランボルギーニに復職した会長兼CEOのステファン・ビンケルマンは次のように語る。カウンタックルピ804は、その前身がそうであったように先見の明のある車です。最も重要な自動車のアイコンの一つと言えるカウンタックは、ランボルギーニの設計とエンジニアリングの心情を具現化するだけでなく、新たな境地を切り開き、予期せぬ波外れたものを実現しました。そして最も重要なこととして、夢のようなものであることという、ランボルギーニの哲学を表しています。カウンタックルピ804は、このランボルギーニの大切な遺産に敬意を表していますが、それは絶対的なものではありません。1970年代と1980年代のカウンタックが、その10年間のスーパーにどのような影響を与えたのかを振り返っています。それは、ランボルギーニの DNA を継承しながら、楽しみつつ新しいデザインとテクノロジーを模索するという伝統をも受け継いでいます。それはブランドの永続的でエモーショナルな力を本質的に表現するランボルギーニに他なりません。常にそのスタイリングに見とれ、エンジンサウンドに酔いしれ、何よりもドスルファンとスリリングを尊重しています。